最終回の信子はおばあちゃんじゃないのちむどんどんお店もドラマも流行らない理由出てくる料理があまりおいしそうに見えないのです沖縄料理独特の見た目もあるのでしょうけど私、油が苦手なので角煮を見るだけで胸焼けするしもっと食欲をそそるものが出てくれば私も楽しみにはなるのですがそして 料理がポンポンン出てくる。味を研究している様子が見えないというのかな日々の積み重ねという部分がこのドラマにはないと思うのですよねそれがなぜできないかというとヒロインの信子のほかにニーニーネーネー歌子の物語を詰め込んでいるからだと思うの信子だけに集中していれば中身も濃くなったと思うの。 撮影のの事情とかあったのかないろいろ制限がかかってしまっている状況ですからね。でも「カムカムエブリバディ」はうまくやってましたね。反省会の方が盛り上がるのも仕方ないかな。これも朝ドラの新しい形なのかもね。黒島結菜さんのクランクアップはセーラー服姿。2022年現在信子本人は70歳近く。 お腹の赤ちゃんは40歳ぐらいだと思うので黒島さんが最後に演じるのは信子の孫なのかなしーちゃんのお弁当は沖縄味で攻めてたのかなそれもすごいなと思いますけど東京の人に合う味って考えるようになったのは信子の成長と見ても良いと思うこんなに沖縄弁を手放そうとしない信子が東京に合わせようとするなんて 今までにあったでしょうか店が成功するか失敗するかは別の話ですけどね